日本卓球協会は8日、都内で理事会を開き、パリ五輪団体戦の補欠に女子は木原美優、19イコール木下グループ、男子は松島菊、17イコール木下グループ、を選んだ。女子の伊藤美誠、23イコールスターツ、は補欠に選出されず、伊藤は代表発表後から補欠については消極的な姿勢を示し、 2月末には、リザーブは将来を背負っていく選手が経験すべきと思っていると話していた。日本協会のババミカ教科本部長はプロセスについての詳細は控えさせていただいて、総合的に見てこの2人が適任と考えたと説明した。日本の女子はシングルスと団体に早田ひな、23イコール日本生命、平野美宇、24イコール木下グループ、 団体要員で張本美は、15イコール木下グループが代表となっている。男子はシングルスと団体に張本智和、20イコール智和企画、戸上俊介、22イコール井村屋グループ、団体要員で篠塚博人、20イコール愛知高台のメンバーで夢舞台に臨む。